はいどうもジュリアスでーす。ゴーストオブツシマ続きやっていきまーす。今回はね、カシデラでノリオさんのね修行僧のやつを進めていこうかなと。ノリオさん、ノリオさん、お孔明様は無事でしょうか。どうした、なぎなたすかい。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。血濡れの何経典でいいのかな。杉寺小泉の集落行くぞい。こっちか。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。事態は良くなったのか。いさかいに意味はなかったと一度気づかされました。そうおっしゃればいいものを。耳を貸さぬ者には行動で示せ。孔明様の教えです。隠れる、なんで隠れるんやな。よっしゃ行くぜ。ノリオちゃん、ノリオちゃんとかけっこだなんて。おお、ノリオちゃんもいいね。ノリオちゃんも馬も頑張ってるよ。いろんな角度が取れるな。いいよいいよ、ノリオちゃん行くぜ。どっちだ、向こうか。おうおう、杉寺。おお、苔の集落か。孔明様はお一人で口寺を束ねております。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。よし、百姓の家に行くぞ。百姓の家？でもその人はすぐ逃げちゃうんじゃないの？こっち側からか。行けるのか、こっから。おーおーおーおお、弁慶の滝。煙だこれ。村からです。え、ちょっと煙？あー、やってもうたー、痛い。もちろん乗り起きこれたよな。ん、乗りおが消えた。あれか、煙は。これ乗りを掘ってきたけどいいのかな。おお、灯籠流ししてるやん、ここ。煙？ここじゃねえのか。火元がもっと向こう。おお、こっちか。家が燃えとる。
勢の猛虎が城を守る。お、乗り終わった。早えな。生きたまま役なんて乗りを。どうなっておる。昔死にかけたことがあってな。あ、そう。何なんだ。家から離れた森で侍をこうしてて、気づいたら夜になって。まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います。孔明様ではありません。別人か。ガイアの音がうるさいけど。もうダメかと思って言い上げたら若いお侍が立ってたんだ。熊を殺して俺を家まで届けてくれた。そのお方も水桶にいたらしい。体だ。横で喋ってるせいでなんかこっち側の動きが遅くなる。藁の寝床。うん。湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。お。ここに寝とったのか。ノリオも探すんじゃ。いい。ここにやられとるぞ。お前ら、あ、切り倒そうとしてんのか。ん？足跡はないのか？足跡は。小屋の中でまだ中を調べるものがあると。藁を濡らして身にまとい裏口から逃げたな。生きておいでかも。ほほほ、すごいことしてんな。あ、このわ、この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。おお、こっちか。足跡だ。おうぞ乗りおよ。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。おお、そういうことか。え、なんかいるよ。兵がいます。声は何と聞いていた。誰かが怪我を負った。怪我を今やったよな。急ぎましょう。血の海だい。ほう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 。お、気づいたの？おお、馬がやられとるぞ。お前ら何しとるか。誰にやっとんじゃい。おお、乗り移り。おい、誰相手に切っとんじゃい。いやいや、村に鉄ハウ投げ込んどったぞ。どこや。おい、お前か。滝のあたりを調べてみました。滝？あそこか。いや、裏に鉄サウ投げるってもうめちゃくちゃするよ。ん？滝に何がある。どうしたの。あ、そこか。あたりを調べろ。血の跡。お、血がある。飛び降りたな。飛び降りた。おりゃー。え、おー、これ潜れんの。これ何で潜るんやったっけ。見えない。お主何しておる。おお、琵琶法師が。これまた裏口があるんじゃないか。ホラー穴があるぞ。やはりか。ここに行くぞ乗りよう。おお、いた。先に物資して。
乗りようが来んぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。血で書く、さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。血の雷の経典。成尾が住職になればよいじゃないか。抵抗の護符中。ほうほうほう。受けるダメージが減少。なんかつけてなかったっけ。ああ、やっぱつけてんな、もう。つけててこれか。さすが万死者。本尊も見つけねばな。本尊。お、増えたね。また乗り親。なんかこれが増えたな。ホットケンの遺産？遺さ、遺さ、遺さみし、遺さみ殿？新たな贈り物を入手。おお。そうたちよ。いや、なんかすごいね。庭の手入れ誰がやっとんねん、これ。え、そんなクワでやんの。なんか違うくね。おお、ちょっと怖いな、これ夜見たら。よし。ノリオは次と行こうじゃないか。あ、ノリオじゃないのか。どうしてご本尊は。あれ。なくなっとる。わいがなろう。バチ当たり。スーパーバチ当たりじゃないか。ご降臨やな。坂井神様のご降臨だ。しっ、ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。なめられたものよ。あの僧は何と。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。沈まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。苦難のわけは。これ。この本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。このあれやな、兜かぶってたら目が見えへん。
こんな深くかぶるもんなのかね、兜って。え、お主の馬だけなんで。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。噂。実際は兄の指示で3人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を切り寺を守れたのです。なるほど。今回はお前か、その役。酒井様、あれを。どうした。もう血の気が引いとるぞ。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和の世に生まれます。海岸から山へ。ルートを変えたのか。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。そういうことか。しょうがない。あ、火屋がなかった。まあ、燃やしてあげようと思ったのに。よし、乗りを乗りを行くぞ。どっちだ。ノリオどっちやねん。ちょ、ノリオどっちや。え、風も教えてくれないぞ。山の方へ。こっち。いや全然こっちやな。風がなければ私は行き道が分からんぜよ。元の場所に戻れ。あら、向こう猛虎。ああ、探せなのか、この辺で。猛虎の野営です。野営存在があるはず。まずは野草を出す。ほら、上からか。いた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 。いやいやいや、ほら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 、うん、いた。うう、あ、いい。あれ、これもう私には来ないじゃん。あ、いたいた、痛いよ。ちょっと鳥持ちに変えたかったのに。痛い痛い、蹴りすぎ蹴りすぎ。あの後ろ蹴りすぎじゃぞ。うん、正面から行くぞ。お前を見せてやる。おいや、次々来ぬか。おのれも切ってやるぞ。我クロードなり。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。おら、全然当たらんぞ。お主らの剣を当たる。おお、うわお。おい、うん、はい。あら、おお、乗り歌った。はい、腰が引けたら終わりぞ。これ以上は無理です。おい、乗りよう、どうした。いたいたいた、あいつ痛い。もう耐えられそうにありません。もうちょい待て。痛い。本尊を探せ。起き上がった、ノリオ。うえ、ノリオもやれば起き上がれるじゃないか。おお、やっと苦悩とかが溜まってきた。ないのか本尊。この中じゃないのか。ノリオ、ちゃんと探したのか。お、あったぞ。これ、あそこ。
大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。隕石？島に二つとない宝だ。そらすげえな。周りキンキラキンやったのにな。こんなでかかったの？兄が成敗して名を上げた族もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか？いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。まあ確かに。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と櫛寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。櫛寺守ったるよ。対馬お前広いぞ。苦難のわけは、無病の御符その二。無病回復量が増えるか。あ、 7.5% ってすげえ微妙やってんな。もう御符何がいいかよくわからんようになってきたからな。お、ノリオまだあるじゃない。行くぞ。青天の鉢巻きをもらえるだと。あなたに望みをかけております。おお、私に望みをかけるのか。ノリオにもかけてやれよ。おお、ノリオ行く気は、準備はできたんだろうな。どこに歩いて行く気や。酒井様。ん？なんじゃ、なんじゃノリオは。ノリオ、そうを解き伏せたのか。納得したものの恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。ん？もうこ死にに来たようですね。もうこ一人だ。まずは出方を見よう。おお、使いの者か。クローノ、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大藩に立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めばすべて焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。できぬ土井じゃな。うお、何こいつ。あら、うわ、いった。おい、やい、やるね。川辺に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。こいつもまた頑固やな。僧を解き伏せよう言うてんの。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。苦難の果てに。またここを救ったのはノリオじゃなくて俺ということになるぞ。お、ノリオはちゃんとあれだな、守っておるな。ノリオちゃん、敵討ちではなく平和のために戦います。よし、その意味じゃ。御仏のご加護がありますように。うん、こっち向いてんなちょっと、お、これでいいか。出陣前に記念撮影と行こうぞ。眩しい。よーし、ノリオ出陣じゃ。行ってまいるぞ。お前はここを守るんじゃ。
切って切って切り倒す。それ我社会人よ。この先か。おお、疲れちゃうぞ、じんちゃん。この先か。あ、もう走れへんようになった。もうこは全あじゃあ層がいるだけか。おお、先ん取りするぞ。猛虎が来る。川から離れろ。川から離れるんだ。どっから来るんだ。どっから来る猛虎は。お、来た来た。あーえ、んーもー、あ、え、いたいた、うあれ線の5の5の線のやったよね。うー、あ、いやいやいや、あ、いいよ。あら、おい、ノリオも来たの。ノリオ来たんかい、ついに。おい、あ、いた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 。ツッコミすぎた、ノリオちゃん。区内欲しかったんだ。おお、うまいこと言ったぞ。もう子供を向こう岸に追いやりましょう。ああ、痛い。あれ、痛い痛い痛い。痛いよ。めちゃくちゃいるぞ、カズ。やべえ、こいつら結構強くね。おお、危な。ノリオ、もう子供を向こう岸に追いやりましょう。おら、いけ、おら、ガンガンいったれ。あら、うわ、いった。ほいほい、いって、いったーい、危な。こいつガンガン切れ。いった、いたい。これいつ強っ。やべえじゃん、もうこう強えやん。もう子供を向こう岸。おい、ちょいちょい邪魔。危な。いた、二人で切られた。ノリオもうダウン？早いって、痛いって。おらー、もうちょい待つんだ、痛い。君はダメ。おら、あれや、行くぞ、あれや、おい、
ノリを待つんじゃ、もう一人じゃ、もう一人じゃ届かない。おりゃー、ノリオが死んだ、もはんでちょっと間に合わなかった。いやいやいや、ノリオちゃん早いよ、やられんの。ノリオ結構邪魔なんだな。いた、ほらおい、もうノリオやられたの。いた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 、ほら痛いよ、もう無理。ノリオ肩がダメだな。風の肩か。ノリオ、もう子供を向こう岸に追いやりましょう。ほら、うん、とあー痛い、うん、ほらうりゅー、うおぉ、クナイ投げ倒したぞ。なんでこいつ、あ、そうか、水浴びしてたのか。いや強かった。来すぎやろこいつら、投げもん投げまくったぞ。あ、鉄ハウがあった、忘れてた。そんな便利なもの。いやー、どうしたノリオ。ノリオ、どうした、なぜ寺を離れた。寺は立て直せます、命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者ついてまいれ。寺の僧も逃がせよ。行くぞ寺だ。こう、お寺様やっぱ早いな。ふんどしのやつまでおるぞ。クワを取れクワを。もうすぐ寺ぞ、ガンガン行くぞ。これ取り持ちがあるね。よし、鉄ハウがあった。オッケーオッケー、鉄ハウさえあればいける。あ、いやいや、あれ聞いてね。痛い、あ間違えた。おーい、あら痛い、うら、お前はうるさい。寺壊れるんじゃね。あ、痛い痛い痛い、はい、あらうぐらい、あらー、ノリオ行け、ノリオやられるじゃないぞ、おりゃー、うん、まだおるか、あとはどこや、どこにおる、いた、おりゃー、いた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 、あとはどこじゃ、おりゃー、
我がクロードぞ。痛い。いや、もう投げ物もない。まだいる。痛い。死で一戦なのに。あかん、痛い。あら、ちょっと乗りを救う2回になって、やべ。これでよし。これ以上は無理です。いやーい、私も死にかけてる。おりゃ、うわ、ギリギリ。いや、必殺技のオンパレードやな。もう投げ物も投げまくったし。うわ、切った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 。なんかめちゃくちゃ難易度上がってね。カシデラから。うわ、酒井様、どうした。まだ回収しておらんぞ。何これ、30人ぐらい出てきたんじゃないの。おお、君隠れたの。最初に手伝う変なとこ投げすぎたか。これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする。杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか。無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。おお、頼もしい。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。え、まだひょっとして盗まれた。盗まれとるやん。兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。お、交換された。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。苦難の果てに。いや、本尊残ってるんじゃね、これ潰れたの。賢人の護符、守りの 20% の確率で致命傷を与え、さらに気力が回復。そんなもの、ボス戦の装備やなこれ。お、蒼天の鉢巻き、なんか結構シンプルやな。まあこれにしてみようか。あ、ちょっと写真撮るように待ってくれ。うん、潰されたね。これは密室やな。ご本尊がやられておるぞ。わあ、右手が完全に粉砕されてるね、これ。ん?ちょっとピントが。あーちゃーちゃー。ご本尊があちゃちゃやな。いい、頭から失礼します。キャー、あ、これ腕か。ほほほ、いやー大変なことになったもんだ。さあ乗りよう。しょうがない、物資を回収していくぞ。
また頼むぞ。おお、裏こんななってんね。33元堂みたいな。またぎいやー厳しい戦いだった。あれ、カシデラでノリオは全部終わったのか。完璧完璧。もう矢が、あ、回復した。お、投げ物も煙玉以外は回復した。最初さっき回収したやつがずっとログ出てるだけか。よっしゃー、ここ行ってないぞ。ここ行ってないんだな。うむ、土砂降りだ。道が見えんぞ。ああ、でもこの先も見たね、ないことなってるな。うわー、高い。ドゥいい子だ、いい子だ。うん、なんか野営があるぞ。行け、行かなかった。対岸にもこの野営があったのか。あ、本槍川の跡地ね、ここ。あ、元槍川か。ここへ参れ。渡れるな。よし、そうや、お花を回収しな。黒染め屋でいっぱい染めたから。慎重に勝負。やはり早いんだよな。ああ、早かった。いた、え、好き、来すぎやろ。お前ら、痛いぞ。痛いやー。痛すぎる。踏みすぎる。おお、マウント取られた。いやー、槍が強いよね、どう考えても。先ほどの恨み晴らしてくれよ。剣なんか余裕っすよ。はいや。危ない。あら、うわお、おお、怖っ。危ない。はい、これ何の方や。水の方。いい、型を変えねばな。鳥がいっぱいいんのか。え、鳥は枯れるのかい。枯れない。え、当たらない。お、ホタルがいっぱい光っておるぞ、そこに。お、豚もいっぱいいる。お馬さん。
おお、またぬか。ああ、これか。おお、距離ミスったね。あら、あ、これか。お花まであるじゃない。おお、行くぞ鹿さんたち。一緒に走れないものか。走ってる感じには見えへん。ここはなんじゃ。沼中の宿。沼中でいいのか。おう、あ、なんだ、ここはそのうちまた来んのかな。誰もおらんではないか。なんでもないとこやな、ここ。かけろ、トロ。おうおうおう、ただの、ただの沼地か。なんかおるぞ。クマと戦っておるのか。お、クマもやっておる。いただき、ギョフギョフ。これほど美味しいものはないね。お、抜けてもうた。あれ、もう街すら出てきてないぞ、表示は。あとはここに行かなければならない。ケンジの方へ。いや、もうやっぱここ何でもないのか。ただの今んとこは沼地やな。ん、よえこ。いやー、これ昼間来たら綺麗なんやろな。あ、彼岸花畑か。はい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 、すげえが先行ったとこやな。すげが差しゅう強いからな。ちょっと小次郎にビビってるけども、早く。ほら、お、動きすぎ。おい、馬の方がイノシシより早かろう。うー、見えない。ケンジまで遠いの、お前たち。俺はここだ。ほら、タカもびっくりじゃ。おお、おい、あと一人。おい、腰が引けとるぞ。あれ、一瞬早かったの、こう。むしろこっちが飛び込んだのにカウンター合わされた感じだった。こっ
っちを渡っていかねばならんのか。木のいい音がしよるわ。あれは決闘場か。せやな。おーおーおー、すげえいたね。もうすぐ夜明けか。ここはなんじゃ。結構ちっこい集落がある。集落もう全部燃やされてるけど。よく見えておる。これで街道沿いに出たわけか。おお、ここには林が生い茂っとるのか。おお、そこも彼岸花。お、なんか煙があるぞ。うむき御前の橋。お、なんじゃお前は。こっちだ。え、まさこ様、こんなとこ行ったの。あれ、五章。五六七とあんのか。今はその時ではござらん。マザコ様、今はその時ではござらんのね。マサコ無視。後で切り殺される。おうおう、こんなとこ通れんのか。おお、今はすげがさじゃないの。あ、じゃあそうか、すげがさはすげがさなんか。あれ？これ何？お侍様、お助けください。剣士じゃないの？これじゃなくて？まあちょっと話してみよう。どうした？娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子のものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。道場。賊は何も知らぬ。あれか、金にメインに見えたけど光の反射やっただけか。実はシルバーみたいな。クメを見た者がおるはずだ。クメ。おお、町で聞き込み調査だ。クメという娘を探しておる。女。すげえ焼き鳥食ってる。何でも揃ってる。銭を払って。60メーターぐらいあるんじゃない。60センチか。知れ者め。え、この串すごくない？しかもクチュって。うお。食いしん坊やなこいつ。サイコロステーキなのかな。2、4、6、8個もついとるぞ肉が。クチュク
口うまそうに食いよるよな。それケンジ違うのか。クメが、クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。厳しいな。すげえかさ、まだやはり我々は敵対しておるのか。道場に犬が忍び込んだぞ。犬？お前我らのこと言っとんのか。切るぞ。あれ？クメ、そっちか。クメという娘を知っておるか。アキュードの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは？悪いが知らないね。知らないだと道場で話せ。道場向こうか。あ、ここが道場なの。もしお侍こちらへ。どうした。その娘を知っております。なぜ知っておる。まことか。はい。ですがここではついてきて。何？聞かれてはまずいものか。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。何かを見つけたのか、お主は。ここでならお話できます。ほうほう、聞かせてもらおう。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。お、さっき行ったところか。ほうほうほう、 1.2 キロ、結構先やね。ここから抜け出せるか。そらちゃん、こっから行けんの。そらちゃん抜け出せないね。そもそもここも登らないといけないのか。あ、こっちから抜けれるぞ。あれ、緊張様、これ本当？住んでるだけじゃないの。なんや、これからも頼むぞって。は？お前ら、おい、あら、おい、おお、いたいた、かー、やば、おら、甘いわ。いられたぞ、お前。ああ、間違えた。聞かぬ。お前の弓など聞かぬぞ。聞かぬ、キョロが。なぜ襲われたのだ。私はなぜ襲われた。これ違うとこから言ってたら襲われなかったのかな。私のルートがバレていたとでも言うのか。あら、竹も持てないのに。そらちゃん、駆け抜けようぜ。なんて危ないやつらや。このまっすぐのルート行ったらまた待ち伏せがおるのかの。まあそれを切るのも一興よ。やっぱ湿地帯は花が豊富ですね。君たちか。
ほい。他にはおらぬか。おう、この先あと500、まだ半分しか来てないのか。うん、宿宿殺菌とかやな、きっと。私はもう事前に調査済みよ、そのような場所。おお、豚ばっかりやん。300m。ん？どうした？音聞こえぬの。お、いった。すげえ居合かましてきやがる。居合と言ってもいいのか。あれ、お、取れないぞ。ちょっとこれ、あ、取れないやつ取れないやつ、いやマジで取れねえ。おお、いけた。あそこか。これを通らねば。めちゃめちゃ音するけど、空の歪めに良いわ。沼中の宿、クメが降りてきた。次々にバレおるな。よし、そこの苔から上がるぞ。誰かいる。おお、お主には見えぬ。あら、ああ間違えた。たまには行こうじゃないの、ド派手に。あれ、じゃあ鈴じゃないんだ、間違えた。弓取りだ。よし、弓取り。去ったようだ。去ったようだな。これで釣ろうか。急げ。ん、1人しか行かないぞ。おいおい、嫌じゃねえぞ。飛んでくるのは嫌じゃねえぞ。おお、間に矢が飛んできた。どこにおる、下か。いやー、君やりにくいところにいるね。侍だ。どこにいる。ここだ。歯ごたえのないにょ。すげえ傘おらんのか。すげえ傘は。他にはおらぬか。この中か。どこだ。うん、避けろ。うん、避ける暇はないね。私には避ける暇がないんだよ。おら。
今行くの？ほら死体が消えたぞ。あら甘いわ。あとはどこにいるんだ？おらぬではないか。離れた場所か？上かな？何かいる。何かおったぞ。君さっき見えなかったぞ。また寝ておるのか。おい、一人一卒や。もう終わったぞ。殺さないでください。あら、キャイ、危ない。何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり助けてくれる人もいました。おとりか。もう終わった。家まで送ろう。何度か引っかかったぞ世界人も。クメを守れ。また無茶言いますね。よし降りるぞ。いやでも全員切ったぞ。もう何でもないんじゃないの。あれか、全員切らなくても救出できたんか。ないない。浪人、今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。うっ、おお、やぶな。おお、早っ。ちょっと待って。痛い。おい、まいわ。お前視点一線の前にはお前の太刀など効かぬぞ。危うくやられるとかや。何かお礼をさせてください。土下座などいらぬぞ。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。賊は何も知らぬ。タイトルどういう意味なんやろうな。シュラの語符。あれ、シュラの語符あるよな。ああ、近接攻撃、中程度増加か。もうつけておるぞ。まことにシュラであった。技が2つ溜まったから、区内の威力増やしてもな。あ、鈴が爆竹に変わるだと。危険予知はそんなに必要なくて、ああ誘い風か。稲穂稽古台、おお、これも
全部集めれるんやな、それで。いや、ちょっと爆竹を使ってみたいな。爆竹と、ん？手八丁。爆竹とこれにしようか。弓の。ああ、精神統一の時間が、回復時間が早いってか。うん、行ってみよう。あれ？なんか技増えてんぞ。ああ、もう、クロードの方で勝手についちゃったんだ。7人の敵を倒すと、クロードの方に、7人の侍のあれやな。なるほど、さすが黒沢。はい、ということで、今回はここまでで、また次回、今度はね、雅子さんをやろうかな。またお楽しみ、お待ちください。それではまた。